ミコが逃げ出そうとしている。ダメよ、もうすぐ土の加護が失われようとしているのに。世界の断りに背いてしまったらマナを授かれなくなってしまうわ。ライザー、大丈夫？怪我はない？だけど、ねえ、オーリン、本当に村を出るの？ここまで来て何言ってんだよ。ほら、門はもうすぐだ。俺たちの動きももうバレてるかもしれない。急ごう。どこへ行くつもりだ？ライザを連れて行こうなんて考えてないよな。やべ、こっちはダメだ。反対の方向へ。オーリン、ライザを連れてどこへ行くつもりだ？魂の森人が来るのを待ってないとダメだよ。どうしても村を出ていくというのなら、力ずくでもお前たちを止めるしかない。どうしよう、オーリン。クソ、仕方ない。やった、ごめん、ちょっと寝ててくれ。オーリン、考え直すんだ。バカな真似はやめろ。二人に手荒なことはしたくないんだ。村から逃げ出すなんて嘘だって言ってくれ。バカなことなんかじゃない。オーリン、ライザ、そんな怖い顔をしないでくれ。巫女であるライザが去るということは、すなわちこのギッド村の破滅を意味する。巫女がマナの木に魂を捧げなければマナを得られず、私たちは生きることができない。二人とも分かっているはずだ。分かってるさ。でも俺たち、いろんな苦労があって、やっと一緒になれたんだ。あんただって知ってるだろ。ああ、もちろんさ。違う村の者同士の結婚は何かと問題が起きやすい。そもそも村に馴染めるのかという心配もあった。だが徐々に村人たちに受け入れられ、幸せそうに過ごしている二人を見て、私自身とても嬉しかった。ライザーを失いたくないのは私も同じだ。だったらオーリン、やっぱやめよう。私、ミコの役目を果たさないと。いやだ、俺たちはどこまでも逃げるんだ。逃げて逃げて逃げまくって、ミコが魂を捧げなくてもいい未来を手に入れるんだ。オーリン、ライザも言っているじゃないか。さあ、オーリン、戻ろう。やだ、こっちに来るな。私はお前の味方だ。心配するな。ほら、戻ってこい。来るな。橋が落ちるよ。ダダン、逃げて。
オーリン。ライザ、行こう。かつて魂の守り人だったライザならわかるはずだ。巫女の役目を。オーリン、な、戻ろうよ。すまない。お前たちを行かせるわけにはいかないんだよ。が怒ってるんだ。逃げられないんだよ、オーリン。巫女は魂を捧げなくちゃ。それでも俺たちは逃げるんだ。ライザーは下がってろ。俺が何とかする。こいつは一体何なんだ。構えて来るよ。ドリャやっとやっ。これだ。巫女を捧げようとしなかった報いかよ。オーリン、バカにしやがって。望んでやしないんだ。さあ、村を出よう。ライザ。オリン、オリン、痛い。私、体が動かない。ライザ、ライザ、ライザ、どうしちまったんだよ。待ってろ、助けてやるからな。オーリン、ごめんね。
火の村、ティアナ。私たちの暮らしはとても穏やかで、時々火の山の機嫌が悪くなるけども、火の恵みを授かりながら、親から子へ、子から孫へと暮らしを受け継いできた。今日はその暮らしを受け継ぐために大切なフェアリーがやってくる日、みんなでフェアリーを迎える日。フェアリーはどっちから来るのかな。お前もついに魂の守り人になるんだな。バル、しっかりやれよ。うん、もちろん。ライザ姉みたいに立派にお役目を果たしてみせるよ。はっはっ。魂の守り人とは、巫女たちをマナの木まで送り届け、命に変えてもお守りする。大変だけど名誉ある務めだ。だから守り人は腕っぷしがとっても大事。でもね、それ以上に思いが大切さ。ライザか。あいつは巫女を送り届けた後、土の村に腰を落ち着けてそのまま戻ってこなかった。土の巫女が出せず、ギッドが滅んでもう4年になるか。ライザもどこかに逃げ延びてりゃいいんだが。お前は必ず帰ってこいよ。大好きなひなちゃんがいるんだから、なおさらな。分かってるって。バール、そろそろフェアリーがやってくる頃よ。ひなちゃんのところへ行かなくていいの。いけねえ、急がないと。おや、バールではないか。魂の守り人として今宵の祭りは真剣に臨むのだぞ。分かってるよ、フエーゴ師匠。さっきもライザ姉の教えを思い出してたところさ。いい心がけだ。我らの祖先が女神から守り人に任命されたゆえ、そのご縁でティアナの者が守り人になっている。だから歴史の勉強はもう十分。あとは守り人として実践あるのみだよ。実践か。お前には村の者にもない奇妙な力があるものな。魔物を石に変えてしまう能力であったか。あの力を自在に扱えるようになれば、巫女をいかなる魔物からも守れるかもしれんぞ。ごめんなさい師匠、ヒナを待たせてるから。これ以上はまたいつか。ヒナ、ごめん遅くなった。今日はさすがにバルも緊張してる。初めて魂の守り人になるんだもんね。旅だったらしばらく会えなくなるけど、毎日無事を祈ってるからね。ありがとう、頑張るよ。さ、広場でフェアリーをお迎えしよう。うん。ヒナ、こっちだ。フェアリーよ、俺を巫女に。フェアリー様。巫女になり、皆に幸せを与えます。どうか巫女となる名誉を。どうか私をお選びください、フェアリー様。巫女になり魂を捧げます。
温かき心の持ち主、ヒナ。女神と精霊の名のもと、汝を火の巫女に任ず。はい。バル、喜びすぎ。いくらヒナと一緒にいられるからってさ。いやバルが魂の守り人でヒナが巫女か。しっかりヒナをマナの木まで送り届けてね。おう、任せとけ。サラマンダ、今回もいい巫女を選んでくれたわね。おお、あの子からはメラメラ燃える思いを感じたぜ。それじゃあ私はジンのところに向かうわね。おう、みんなによろしくな。師匠、何かあったの？手伝えることがあったら言ってよ。村に魔物が迷い込んでしまったのだ。村外れの森まで追い込んだが、どうにもすばしっこいやつでな。それなら僕が追い払ってくるよ。おお、旅に出る前だというのにすまんな。これまでの修行で身につけた技をしっかり駆使するのだぞ。うん。村外れの森には近づかないようみんなには伝えておる。頼んだぞ。ヒナ、どうしてここに？バル？師匠、人払いしたって言ってたのに。ヒナも巫女になったんだから一人で行動しちゃダメだよ。心配かけちゃってごめんね。出発前にちょっとやることがあって。でもバルってすごいね。来ただけで魔物を追い払っちゃった。へへ、まだまだこんなもんじゃないけどね。でもヒナに怪我がないのが何よりかな。迷った時は自分の直感を信じろ。迷いは一瞬の隙に、それは命取りになることもある。いつもバルがお師匠様に言われてた言葉だね。修行を始めたばかりの頃はいつも迷ってたからな。できることが増えるとその分いろいろ考えちゃって。でもヒナのところに間に合ったのも師匠にこれまでいっぱい怒られたおかげかな。バルって素直だよね。お師匠様に言われたことだってそうだし、いい意味で何でも受け入れようとするっていうか。素直かな。でもあんまり人を疑わないからそうなのかも。私は村の人みたいにいい人たちに恵まれたからだね。うん、絶対にそうだと思う。これからもよろしくね、ヒナ。もう、バルらしいな。バル、魂の守り人として各地の巫女をお迎えに上がり、マナの木まで送り届けることを命ずる。巫女の方々が無事にお役目を果たせるかはあなたにかかっています。心して行きなさい。はい。ヒナ、火の巫女として魂をマナの木に捧げよ。はい。フェアリーはあなたを選びました。それはすなわち火の大精霊に認められたということ。マナの循環がなされなければ災いが起こると言われています。世界を存続させるものとして気を引き締めるように。光栄です。お役目ちゃんと果たしてきます。マナの木までは長い旅になる。道中気をつけなさい。行ってきます。私は巫女として旅に出る。
巫女というのは、その魂をマナの木へ捧げる者のことを言う。巫女の魂がマナを循環させ、私たちの暮らしに恵みを与える。もしも巫女の魂がマナの木に捧げられなかったら、その地に災いが訪れ、人々の生活が失われてしまう。とても大切な役目を授かり、私はとても嬉しい。この街道を行くと、風の谷ロングレンがあるの。それくらい知ってるって。私は一度だけお父さんに連れられて行ったことがあるんだけど、バルは行ったことあったっけ？うんうん、僕が知ってるのはティアナ村とこの辺りだけだ。でも地図を見て勉強した。魂の森人になるために。ありがとう、頼りにしてるね。マナの木に着くまで絶対にヒナを守るから、もし魔物が出たらすぐに隠れるんだよ。村で一番剣の得意なバルだもん。何も心配してないよ。はっ、おっとっと。今日も火山が元気だね。うん、火山の音を聞くとなんだか安心する。あれはラビだな。旅の肩慣らしにはちょうどいいね。私も手伝うよ。ダメだってば、ヒナは隠れてないと。でもやっぱりバルが怪我したら嫌だなって。回復なら任せて。言い出したら聞かないもんな。それじゃあ攻撃が当たらないところにいるんだよ。あと1点。よし、倒した。ヒナは怪我してない？私は大丈夫。それよりさっきのラビ、うん、石ころになっちゃったよ。いつもこうなるわけじゃないけど、何なんだろう。村からだいぶ離れたな。最近ちょっと噴火が多くない？そうだね。村長が言ってた災いって、火は噴火し大地を焼きだっけ。私が巫女の役目を果たせばきっと火山も落ち着くはず。おい、ここは噴石が飛んでくるかもしれないぞ。岩陰に隠れた方がいい。こっちへ来い。おっとっと。俺はオーリン。この辺りの地質を調べに来たんだけど、お前たちなんでそんなに落ち着いていられんの？だってね。僕たちには噴火は毎日のことだから。オーリンはここら辺に初めて来たの？もちろんそうだよ。だからびっくりだ。わざわざ調べに来るなんて。ここの土って何か変わってるの？ああ、火山があるせいかな。俺の故郷の土とは違う粘り気のある土だ。それで二人はこんなところで何をしてるんだ？私、火の巫女なんです。巫女か。じゃあお前さんは魂の森人かい？腕っぷしはどれくらいなんだ？バルはこう見えて村で一番の剣の腕なんですよ。こう見えては余計だけどな。褒めてるんだから気にしない。仲がいいんだな。でもいいのか？マナの木へ行ったらお別れだぜ。いいのかなんて変なこと聞くんだね。巫女は魂を捧げてマナの循環を守る、みんなの生活を守る何にも代えがたいお役目だ。そして僕は魂の森人として巫女をマナの木に送り届けられることを誇りに思っているよ。そうか、あんたたちはこの世界が好きなんだな。
もちろん精霊もいて大切な人たちが住んでいる世界だからね。オーリンさんはそうじゃないの？俺か？どうなんだろうな。でもあんたたちに会えてよかった。それにしてもおっかねえ火山だな。今日はここで一晩野宿した方がよくないか？そうだね、噴石も多いし、そうしようか。うん、うひどんどん激しくなるな。火山なんてなくなっちまえばいいのに。突破火山の噴火はよその人にとっては脅威かもしれないけれど、私たち火の民は生まれた時からずっと噴火と一緒に暮らしてきたから、呼吸と同じようなものだから、亡くなるなんて考えたこともなかった。あれ、オーリンは？いないな。もう出発しちゃったのかも。ん？バル、これ見て。枕元にまんまるドロップが置かれてたの。きっとオーリンさんからの選別ね。ありがたくもらっておこう。またどこかで会えるといいな。バル、見て見て。クマミツだね。甘くていい匂いだ。ん？グマ！マググ、マググ、マ？アナグマだ。マググ、マ！どうする？何言ってるかわからないけど。ママグマ！やっぱり。クマミツが欲しかったみたいだ。喜んでいるね。これくれるの？ありがとう。マググッマ。どこかでまた会えそうだね。またクマミツを見つけたら渡してみようね。ヒナ、ちょっと止まって。あそこ、魔物がたくさんいる。あ、本当だね。ここはあいつらの縄張りなのかもしれない。なんとか切り抜けよう。うん、私も協力するよ。よかった、倒せた。ここで私たちが倒れちゃったら村も大変なことになっちゃうとこだったね。うわ、今になってドキドキしてきたよ。魂の守り人って責任重大だな。大丈夫、バルがいっぱい訓練してるの見てきたもの。この調子でマナの木までお願いね、森人様。任せてよ。風が強くなったね。ロングレンが近いみたい。風の巫女には誰が選ばれたんだろう。どんな人か楽しみだな。ヒナの言う通り、全然ティアナとは違うね。風がひんやりして服の中を通り抜けるのを感じるよ。結構高いところまでやってきたもんね。ほら、遠くに見えるのがフーラ山だよ。なんだろうこれ。風の精霊の力を感じる。これって精霊器じゃない？私本で見たことあるよ。大昔に女神様が英雄に託した道具なんだって。
精霊の力を扱える大切なものらしいけど。いっけねえ、気軽に投げちゃった。よそ者だ。ひょっとして巫女と森人じゃない？うわ、もう来ちゃったんだ。私は火の巫女で、この人は魂の森人だよ。これって君たちのだよね。大事なものなんでしょ？どうしよう、勝手に持ち出したことまでよそ者にバレちゃった。そうだ、このジンブーメラン、森人さんから村長に返しといてよ。森人なら村長も怒れないもんね。投げて遊んでもいいから、あとよろしく。投げて遊んでもいいってさ。ロングレンに着いたら真っ先に返しに行かなきゃね。そうみたい。風の巫女と会うのはその後だね。ずっと風が吹いてるな。風の谷の名前通りだ。でもなんだかちょっと風が悲しんでいるような気がする。まずは精霊器を村長さんに返さないと。それから風の巫女だね。魂の森人のバルです。精霊器を預かっていたのでお返しします。おお、ラムコと子供たちがまた勝手に持ち出して困っておったんじゃ。あの子らはビシッと叱っておきますわい。改めて風の谷ロングレンへようこそ。風の巫女はどちらにいらっしゃいますか？それが風の巫女じゃが、まだフェアリー様を呼べておらず。え、じゃあ巫女もまだ決まってないんですか？ロングレンでは風のカンナギが風染めを行い、フェアリー様を迎える習わしになっておる。しかし今回はなかなかうまくいかなくての。カリナは風のカンナギの中でも稀に見る才能の持ち主じゃったが、やはりカリナの風染めでないとダメなんじゃろうか。わしらの言葉はあやつにはもう届かん。どんなに言っても親に怒られても、そんな気になったらやるわの一点張りでの。だがとうとう森人が来る時期となってしまった。ここは一つあなたがカリナを説得してくださらんか。え、僕が？よそから吹く風が物事を動かすこともあるでしょう。なんだったら精霊器でガツンとしてもらっても構いません。ガツンって、そんなことできないよ。これって大切なものではないんですか？谷にあっても子供たちの遊び道具になるだけですわい。それなら森人様に使ってもらった方が精霊器も喜ぶ。カリナが風染めをしなければいずれ風の谷が滅びる。この地が災いに飲まれる前に説得を頼みます。何人のことジロジロ見てるん？よそから来た行商人か？押し売りならお断りや。あなたが風のカンナギのカリナさんだよね。私は火の巫女のヒナ。それでこっちが魂の森人のバルだよ。よろしくね。巫女の一行がうちに何の用や？風染めしろっていうように村長に頼まれたん。うっ、その通りだよ。ティアナはお祭りのかがり火でフェアリーを呼ぶんだけど、ロングレンは風染めで呼ぶんだよね。よそもん借り出して命令するとか村長最低やな。絶対に染めへんって伝えといて。でもフェアリーを呼ばないと風の巫女も指名してもらえないよね。ロングレンや世界のためにも
カリナさんに風止めをやってほしいな。人に物頼むときは先に何かしてみせるのが筋やろ。シリューってやつを呼んできてくれへん？さっきから村中探してるけど見つからんくてくたくたなんよ。人探しをすればいいんだね。シリューってどういう人なの？優しそうな顔してる、うちと同じぐらいの歳の男の子やな。バルみたいな人かな。そんな推しに弱そうなやつと一緒にせんといて。ひな、探しに行ってみよう。もう村中を探してるなら村の外かな。こんにちは。あなたがシリュウさんですか？そうだけど、あなたたちは？僕は魂の森人のバル。こっちは火の巫女のヒナだよ。バル君、ヒナさん、はじめまして。僕はロングレンで語り部をしているシリュウです。村の外まで出て何をしていたんですか？風車の点検をしていたんだ。風の巫女が決まっていないからか、風も荒れっぱなしでね。僕たちカリナに頼まれて君を探しに来たんだ。そしたら風止めをやってくれるって。本当に？カリナ、風止めをする気になってくれたんだ。風止めってそんなに難しいことなの？やるだけなら誰でもできるよ。谷を流れる風に布を流して色をつけるんだ。フェアリーを呼べるかどうかはまた別の話だけどね。カリナが染めたらきっとすぐにフェアリーも来るだろうにな。どうして乗り気じゃないんだろう？カリナは風の巫女に選ばれたいんだよ。でも村中の人がカリナは巫女になれないって思ってる。それなのに風染めではカリナの腕ばかりを頼って、みんながこんな調子だからフェアリー様が来てくれないのかも。カリナさんが巫女に選ばれないってどうして？大精霊に喧嘩を売っちゃったとか？面白いこと言うね。いくらカリナでもそこまではしないよ。まあいろいろあるけど、うちの村の問題だから気にしないでほしい。カリナだって村が滅んでいいわけじゃないはずだ。森人が来たことでやっと思い越しを上げる気になったかな。ひとまず僕は先に戻っているね。声をかけに来てくれてありがとう。だからそんな風に言われてもやる気にならへんって。やる気の問題ちゃうやろ。それにもうティアナから迎えが来たって話やないの。はよ風の巫女を指名してもらわなあかんってわかるやろ。村のみんなもカリナの気まぐれに迷惑しとるんや。そこまで言うなら自分らがやったらええやん。なんでうちだけ風染めしろって怒られなあかんの。巫女になれるわけあらへんってさんざんみんなで言っときながら、そんなんでよっしゃフェアリー呼んだるなんて思えんわ。お前それ拗ねてるだけやないか。拗ねてるって？だってうちは巫女になって世界を。カリナ、うちらも残念に思っとるんやで。我が家から風の巫女が選ばれたのはもう何代も前のことや。とびきり風を読むのがうまいカリナならって思うとったけど、あん時に社で無茶したから。うるせえ！うちはあのこと後悔してへん。もう説教は十分や。まったくあの子ってば。風のカンナギの自覚があるのかしら。無理やりさせてもフェアリーは来えへんからな。シリュウ君が何とか説得してくれへんかな。はあ、ああ、おかえり。シリュウ呼んでくれてありがとうな。それじゃあ約束通り風染めをやってくれる？風染めやるなんて約束してへんし。それよりシリュウとお話しするんやから邪魔せんといて。
そんな話が違うじゃないか。それにミコが選ばれなかったらロングレンは。そうだよカリナ、風のミコを選ばないと村に災いが起きるよ。風は荒れ狂い、翼あるものは地に落ちる。そんなん古い言い伝えやん。ここはずっと風強いし、ドラゴン族はそら飛べるわけやあらへんし。お、僕たちは平気でも、ラムコが地に落ちちゃうかもしれないよ。でも風染めなんて誰がやってもええもんやし、村人総出でうちにお願いでもせんとやる気にならへんわ。頑張ってフェアリー読んだとこでうちが巫女になれるわけやないし。そうだ、バル君が風染めをしてみたらどうかな。え、僕が？風染めは誰がやってもいいものだからさ。よそから吹く風が物事を動かすことだってあるだろう。似たようなことを村長さんも言ってたね。ほんならせいぜい頑張って、うちはここで紫龍とおしゃべり楽しんどくわ。本当に紫龍さんと仲がいいんだね。はよ行きや。風染め場ならちょっと登ったとこにあんで。あなたが風染めをするの？フェアリー様を呼ぶ風染めはとても難しくて、私たちでもうまくできないのだけど。よそから吹く風が、だっけ。ダメでもともとだし、やってみるよ。あ、ラムコだ。どうしたんだろう。そういえば、ラムコって？あの子は聖獣なんだって。もともとは風の社に住んでいたみたい。昔カリナが風の社で修行中に片翼を失う大怪我をしたんだ。その時ロングレンまで運んできたのがラムコなの。ラムコはカリナに懐いてロングレンに住み着いた。二人は姉妹みたいにずっと一緒に過ごしてたんだけど、最近のカリナは紫龍にべったりだから、さすがのラムコも愛想を尽かしちゃったかもね。あ、いけない、私ったらベラベラと。うまくフェアリー様を呼んで村のみんなを安心させてね。そう言われると緊張してきちゃうな。バル、頑張って。うん。はっ。か、風よ、うわあ。やったらフェアリーはおろか、虫もやってけえへんわ。紫龍とおしゃべりしてるんじゃなかったの？あんなへんてこな動き、遠くから見てるのもったいないしな。カンナギになりたてでももうちょい上手にやれんで。おもろいもん見せてもろたわ。じゃあ次はひなさんがやってみたらどうかな。私もやっていいの？でもこの子日の巫女やで。火の巫女がフェアリーを呼べたらすごいことだよね。その時は僕が語り部として末永く語り継ぐよ。そんなんずるい。わかった、私がロングレンに新しい風を呼んでみる。見ててね、紫龍さん。待って待って、うちがやる。気が変わった、うちがこの村一番の風染めの腕を見せたるわ。うちがフェアリー呼べたらうちのことを語り継いでな。はっ、風よ、染めよ。あ、
様。シリュウが今回の巫女なのね。さすがシリュウ、おめでとう。いやだ。え？僕は巫女をやらない、絶対にやらないから。はー、嘘やろ、巫女やで。逃げるなんて信じられん。ヒナ？まだ誰も指名してないんだけど。信じられん、こんなん裏切りやん。災いが起きるってシリュウも分かってるはずなのにね。自分が選ばれたら逃げちゃうなんて。それだけやない。うちがどんだけミコに憧れてるか、シリュウはうちの夢を知っときながら。みんなして翼を片方なくしたうちはミコに選ばれへんって言うねん。翼がないと風を感じる力が減るってことらしい。風のカンナギたちも村長も教神でさえも、うちが誰よりも風がわかるって知ってるくせに信じてくれへん。巫女を諦めきれんうちを笑わんかったのはシリュウとラムコだけやった。まさかシリュウが巫女そのものを軽く見てたなんて、もう愛想ついたわ。フェアリー様！え？うちが巫女になる！シリュウの代わりにうちがお役目を果たします。風の巫女に指名してください。私だけで巫女を決めることはないわ。必ず大精霊にお伺いを立てているの。あなたがさっき布をなびかせた時、風がとても喜んでいた。あなたなら風の大精霊ジンも認めてくれるはず。フェアリー様にそう言われたら自信つくわ。すぐにでもお伺い立てに行かんと。ジンってどこにいるんだい？風の生まれる山、風羅山や。二人も一緒に来てくれるやんな。森人なら巫女候補のうちも護衛の対象ってことでいいやんな。もちろん、みんなで風羅山へ行こう。あ、ラムコ。ごめん、二人とも。風羅山に行く前にラムコに謝らせてくれへん？最近全然構ってなかったから。もし巫女に選ばれたらラムコともこれっきりになってまう。ラムコに謝りたい。一緒に探して。ラムコ、ごめん、うちひどいことした。シリュウとばっか話しててごめんな。結局うちのことを分かってくれるのはラムコだけやった。これから巫女になるためにジンに会ってくる。ラムコ、お別れや。あんたは風の社へ帰り。ほなな。風の社はあっちや。忘れたんか？一緒に来てくれる？ほな、行こう。カリナ、話は風に乗って伝わっている。お前がジン様に会いに行くつもりだと。止めても無駄やで。絶対に巫女に選ばれてあんたらを見返してやる。魂の森人様、カリナはこの通り跳ね返りでありますが、フェアリー様が止めないならわしらに止める理由もない。どうかカリナが巫女に選ばれるようご尽力願います。任せてください。ほんまに調子ええ連中やな。
これからは村にええ風が吹くたびうちに感謝しーや。森人様、出立前にこれを。秘められた力を引き出す種と言われております。どうかおけががありませんように。ありがとう、使わせてもらいます。ミコは私たちを未来へとつなぐ役目、魂の森人はミコを守る役目。今風のカンナギであるカリナは自らミコの役目を授かろうとしている。自分で選べる役目もあれば抗えないものもある。人にはそれぞれやるべきことがあって、いろんな場所からいろんなやり方で未来へとつないでいく。未来につながる役目を授かれることはとても幸せなこと。さっき村長からもらったやつ、うちにも使わせて。魔物と戦うんやったら強ならなあかんしな。カリナも戦うつもりなの？もちろん、魔物を蹴散らすのもお手のもんやで。そういえば、巫女に選ばれたら村を離れることになるけど、さっきみたいな別れ方でよかったの？全然かまへん。逆に村から出たくてしょうがなかったんや。うちの夢は世界中をこの目で見ることなんや。ロングレンは閉鎖的やから、巫女に選ばれんと外にも出られへん。夢のためにあんたらにも手を貸してもらうっちゅうことや。悪く思わんといてな。それじゃあますます巫女に選ばれるよう頑張らないとね。うすうす思ってたけど、ティアナの人らってお人よしやな。ふん。精霊機が反応してるね。どうしたんだろう。あ、精霊があなたたちに力を貸したがってるみたい。精霊機を通じて新たな力を解放できるはずよ。これからの旅にきっと役立つわ。それじゃ頑張ってね。わあ、すごい崖。この先に進むにはどうしたら。あんたら鈍いな。こういう時こそ風の精霊の力を借りるんや。ほれ、ジンブーメランもここぞとばかりに反応しとる。そっか、風で崖を。でもちょっとドキドキするね。何事も挑戦だ。早速やってみよう。共鳴せよ。この竜巻よりすごい。本当にあんな崖を飛び越えられたなんて。うん、風の精霊と踊ってるみたいだった。風羅山から生まれる風をいっぱい感じるな。いけるで。一体どないした？ジン様。
遅かったですね。巫女が来ないわ、マナは枯れてくるわ、おまけに魔物も暴れ出すわで大変だったです。ん？君は、うんうん、なるほど、君は片ヨグのカンナギですね。おいで。風の精霊との相性は抜群だすね。ラムコと共に風を操れるなら、風の巫女として十分にお役目を果たせるです。聖獣と共に風に舞いしカンナギ、カリナ、女神と精霊の名のもと、汝を風の巫女に任ず。バル、ヒナ、ほんまにありがとう。あや、ここはビシッと決めなあかんな。魂の守り人様、火の巫女様、風の巫女として、これからよろしくお願いします。うん。うん。じっとしてられへん。早速旅立ちやね。巫女として、世界のあちこちを見て回るんや。次は本来なら月の巫女を迎えないといけないけれど、エテラナはもう滅んでるもんね。16年前のエテラナの悲劇だっけ。月の巫女が出せなくて、エテラナからは人が消えた。今は廃墟になっているんだって。じゃあエテラナには寄らへんねんな。どんな町か気になってたのに残念やわ。フーラ山を降りたらレビア雪原を越えて、それから港町へ向かって。雪原やてラムコ、フーラ山よりすごい雪かな。雪だるま作れるとええな。ほな、マナの木を目指そう。すごい吹雪。こんな雪だるまどころやないわ。どうすんのこれ。もちろん進むよ。巫女の旅って過酷なんやな。少し前までレビアでは吹雪くことなんかなくて、大河が流れていたんだって。16年前、月の町エテラナは巫女を送れずに滅んだ。月の大精霊も消えてしまったのか、時が凍ったようにこの地も風雪に閉ざされてしまった。大河も草花も過去も未来も全て消えてしまった。悲しいお話。私たちもいつ同じように消えてしまうかわからない。だから今を一生懸命生きていかなきゃね。ここに橋があったはずなのに。吹雪で壊れたんかな。なんか吹雪どんどん強なってない？明かりだ。エテラナの町に明かり？誰かいるんやろか。どうする？エテラナの町は橋の上に立ってるから、町を通り抜けて谷を渡れるかもしれないね。よし、じゃあそうしよう。すぐ行こう。のんびり考えてたらカチンコチンになってまう。さっきの明かり、この辺りだよね。多分この辺やと思ったけど。薄暗いし、さっさと進もう。ここが月の町エテラナ。
入る？動くな。エテラナへ何をしに来た？急に危ないじゃないか。命が惜しければそれ以上進むんじゃない。なんだって？お、キツネが。エテラナは月の加護を失った町。立ち入るのが危険なことくらい知っておいてほしいものだ。私はモートレア、月の町エテラナの剣士。エテラナだって？じゃああなたは滅んだ町の生き残り？なるほど。巫女の使命を果たすにはエテラナを通って谷を渡るしかないというわけか。あなたたちの事情は分かった。だが先ほど目にした通り、今は先へ進むのが難しい。月がよく見える高台で一緒に待とう。こんなところにテントが。エテラナの剣士って言ってたよね。ずっとここで暮らしてるの？いや、時間のある時に訪ねてくるだけだ。この風雪では野営を続けるのも厳しいからな。ほんなら橋を渡れへんとあんたも困るんちゃう？新月になればエテラナの町を抜けられる。あまり知られていない話だが本当だ。私もそうしてこちらに来たのだ。そんな手段があるんや。まさに抜き道やね。でも次の新月っていつかな？15日後くらいだな。あかん、長すぎるわ。もう一つ方法がないわけでもない。月食だ。月食の時も新月と同じように街の中に入れるという。聞けばそろそろ月食が起こる頃合いらしい。月も満ちている。あるいは巫女を導いてくれるかもしれないな。新月にしろ月食にしろ待つしかないんやね。寒いし退屈やし、うち耐えられるやろか。ならば少し手伝いを頼めないだろうか。私は月の宝珠を探している。エテラナに古くから伝わるとされるものだ。レビアの地のどこかにあるのは間違いない。一緒に探してもらえたらとても助かるのだな。宝探し？ええやん、やるやる。ありがたい。では早速向かうとしよう。ファルロー橋の南側にある崖の下を探索したいと思う。うん。ジンブーメランが光ってる。それは精霊器の一つだよ。これには風の精霊が宿っているんだ。風の精霊、月の宝珠に反応しているのか。したか。それが月の宝珠？そうだ。月の宝珠には月の精霊の力が宿ると言われている。故に精霊器が反応したのだろう。見つかってよかったね。ああ、ずっと探していたんだ。私一人ではとても見つけられなかった。あなたたちのおかげだ。感謝する。テントへ戻り体を休めよう。美しい月夜だ。すぐ近くで吹雪いているとはとても思えないな。
レビアの風雪は巫女を失った月の吐息というが、今宵の月はまるで私たちに何か語りかけているようだ。あっ、おい急にどないしたん？来た、月影の時来たれり。砂時計だよね。エテラナの象徴だって本で読んだことあるよ。かつての統治者によって作られた時計だ。月の精霊の力を用いているものだそうだ。大昔のエテラナは空に浮かぶ月を見て時を観測していた。時計があれば月が雲に隠れても時がわかるのだよ。へえ、お天気に左右されへんなるのはええことやな。そういえば、町の外から見たときは壊れてたよね。どうして治っているんだろう。それは…いい加減に戻ってちょうだい。フェアリーが来るっていうのに、じっとしてらんないよ。あの男の子…あれは私だ。母さん。母さん、ごめん。あの日、僕が月の砂時計を壊さなければ、エテラナが滅ぶことはなかった。全部僕が。モートレア、降りなさい。ここならフェアリーが来るのがよく見えるんだから。なんてことだ、時の砂が。何なんだよ。なぜ、どうしてこんなことに。町の人らがこぼれた砂で消えていってる。母さん、今助ける。あの時は見つけられなかったが、今日は月
月の宝珠を、時を操る力を私に。どんな宝珠よ、なぜだ。母さん、お母さん、ホトレア。ヒナ、カリナ、あれは子供のモートレアだ。まだ過去の幻を見てるのか。月の宝珠、そうだ、月の宝珠があればお母さんを助けられる。探しに行かなきゃ。レビア平原の崖の下。待って、外は危ないよ。あ、バル、魂の森人、モートレアを助けてあげてください。彼の内に秘めた思いが月食の力と共鳴したのでしょう。時が帰らず入り乱れています。いずれ正しい時間に戻るとはいえ、今の彼はただの子供。魔物に襲われればなすすべがありません。月の宝珠は月の加護を受けた精霊機ルナスフィア。あなたならきっと使いこなせるはず。どうかお願いします。彼が私を必要とするように、私にも彼の思いが必要です。わかった。あ、モートレア、雪原には魔物がいる。戻ってくるんだ。モートレア、ダメだ、届かない。魔物に襲われたら大変だ。急いで追いかけないと。帰ろう、モートレア。月の宝珠はそこにはないよ。分かってる。あの時僕は宝珠を見つけられなかった。いや、そもそも私が月の砂時計に登らなければ、エテラナは、母さんは。モートレアの他に無事だった人は。一人泣いていた私の頭に月の宝珠のことが思い浮かんだ。時を操ればエテラナを元に戻せるのではないかと。宝珠を探そうと町を出た私はこの場所へ来た。そして魔物の群れに襲われたんだ。16年前と同じだ。うまく隙をついて逃げるぞ。数が多すぎる。うん、立ち向かおう。モートレアのために月の精霊も力を貸してくれる。だから大丈夫だよ。では行くぞ。無事乗り切ったか。そういえば、前に襲われた時はどうしたの？偶然通りかかった商人に助けてもらったんだが、二人で必死に逃げ回ったよ。今度はちゃんと倒せたな。
モートレアがそれだけ強くなったってことだね。君の助力と月の宝珠のおかげだ。しかしなぜ宝珠の力が使えるようになったのだろう。それなんだけど、実はエテラナで頼まれたんだ。ルナスフィア、精霊器を使ってモートレアを助けてほしいって。姿は見えなかったけど、モートレアを必要としているみたいだった。うん、気になるな。エテラナに戻ってみよう。うん。バル、それにモートレアさんも二人は一緒やったんやね。うん、無事でよかった。心配かけてごめん。ヒナとカリナも何もないみたいでよかった。たくもう、どこ行ってたん。うちら置いて勝手に出歩くなんてありえへんわ。すまない、全て私のせいだ。月食の幻に惑わされて過去と現在が混乱してしまった。バルは町を飛び出した私を助けに来てくれたんだ。ごめんよ母さん、せっかく会えたのに何もしてあげられなかった。空に月の輪が現れる夜、フェアリーがやってきて月の巫女を指名する。その話はうち聞いたことある。そうだ。しかし私のせいで月の砂時計は失われ、エテラナの人々も時の狭間に消えてしまった。今日もまた月の宝珠を手にしながら私は何もできなかった。母に触れることさえも。ずっと何年も何年も悩んでいたのね。この手も詫びる声も母には届かず、残されたのはただ永遠に時を超えられない私の後悔だけ。いいえ、モートレア、あなたの切なる気持ちは月の大精霊ルナをよみがえらせた。お母様を思い続けたあなたの心は幾重もの時を越え私に届きました。過去に止まっていたあなたの心も動き出そうとしている。その動きは再び時の鼓動を呼び覚ますでしょう。お母様への思いを携えて未来へと歩み出してください。私が未来へ。そう、あなたが未来を、新しい時を刻むのです。ルナ、わかったわ。月影の剣士モートレア、女神と精霊の名のもと、汝を月の巫女に任ず、巫女としてマナの木へ旅立ってください。私が月の巫女。慎んでお受けします。よし、じゃあ一緒に行こう。なんか賑やかになってきたな。モートレアさん、よろしくね。ああ、よろしく頼む。月の精霊は時を司るという。人の心も時と同じだと聞いたことがある。心はいつも動いている。今夜満月のように輝いていたとしても、別の夜には新月のように真っ暗になることもある。モートレアはずっと過去のまま心が止まっていたと思っていたようだけど、本当は動き続けていた。月の街が照らされて、またみんなの暮らしが戻るといいな。
テラナから再び巫女を送り出せて本当によかった。無事マナの木へつけるよう願ってるわね。もう取れよにゃん。にゃにゃーん。はじめましてですにゃ。心配していたですにゃ。ニキータに様子を見てこいって言われたにゃ。元気だったかにゃ。父の。ではあなたたちは。凶少猫のマドレーヌにゃ。私たちもあなたと同じにゃ。妹のフランソワーズですにゃ。モートレアと同様ニキータに育てられたんですにゃ。その妹のクリスティーヌだにゃ。3人とも今では立派な行商猫なのにゃ。彼女たちは私の縁者なんだ。会うのは初めてだが話はよく聞いている。モートレアってニョンコニキータから聞いたイメージと違ってるにゃ。確かにもっとアンニュイな感じかと思ってたですにゃ。もしかしてにゃんかいいことあったのかにゃ。表情が輝いてピカピカなんだにゃ。モートレアさんはね、月の巫女に指名されたの。なるほど、それなら納得にゃ。ひょっとしてあなたたちも巫女かにゃ。僕は魂の守り人なんだ。巫女のみんなをマナの木へと送っていく。じゃあこれから旅立つわけですにゃ。旅は素敵だにゃ。旅するためには準備しないといけないにゃ。妹たち稼ぎ時だにゃ。了解。道具のことにゃら私クリスティーヌに。防具のことにゃら私フランソワーズに。そして武器のことにゃら私マドレーヌに。お任せにゃ。雪が溶け始めている。よかった。精霊たちが新しい巫女の誕生を喜んでくれているのかもね。うちもう寒いの嫌や。雪原に入る前は雪だるま作るってはしゃいでたのに。過ぎたことはええやん。先のことを見据えていこう。先のことといえばこれからの道のりについてだな。私たちはこの滝に沿って高原を下り港町ラタへ向かう。港町ということは海があるんよな。うち海を見るのは初めてや。そこから船に乗って水の都エリスタニアを目指すんだ。世界で一番大きな都エリスタニア。そこでは水の巫女と会うんやろ。どんな人なんやろな。エリスタニアでの用事は巫女との合流だけじゃないよ。私たちはそこで洗礼を受けるの。マナの木までの道のりは長いからな。水の都の女王が巫女のために旅の安全を祈ってくれる。巫女の旅はまだまだ序章なんやね。あれ？どうした、ひな？見て。カチンコチンになってる。完全に凍って、いや、溶け始めてる。あ、カチコチだったけど大丈夫？いっぱい魔物がおるな。蹴散らして進むで。周辺にもまだ潜んでいる気配があるな。おそらくあれを倒しても次が来る。警戒してくれ。そう、うちだって気づいてたし。連戦になりそうだね。ヒナは下がってて。みんな頑張ってね。回復は私に任せて。私の技、解くと味わうがいい。
せ、チリとなれ。これで全て片付いたようだ。モートレアがおるとラックやな。うちは手抜いても良さそうや。森人の僕がしっかりしてればいいんだけどね。二人とも手助けをありがとう。お、そんなキラキラした目でこっち見んといて。手抜こうとしたうちがしょぼいやつになるやん。ファルロー大草原も近い。先へ進もう。あったかい。ほんま寒かったもんな。生き返る。この大草原の先に港町ラタがあるんだが。ミルパ様は留守のようだな。ミルパ様？モートレアさんのお知り合い？この牧場の主だ。私がエリスタニアにいた時にお世話になった方で、剣術の師でもある。大草原を行くにあたり力を借りようと思っていた。モートレアって水の都に住んでたんだ。ああ、エテラナが滅び一人取り残されていた私をエリスタニアに住む人が助けてくれてな。以来私はその人の家で暮らしている。ミルパ様に引き合わせてくれたのも彼なんだ。人に歴史ありって言わはるけど、いろんな出会いがあるんやね。水の都へ行くのは初めてだから心強いね。少なくとも町で道に迷うようなことはないな。さてミルパ様がいないとなると仕方がない。このまま大草原を進もう。ピックルは見当たらないか。モートレア、戻ってきよったな。なんなんこのでっかいワンコ。案ずるな、この子たちは安全だ。ミルパ様、お久しぶりです。今回は一人旅ではないのだな。しかし護衛というわけでもなさそうだ。はい、彼らは私の仲間です。ほほう、仲間とな。前に会った時よりもいい顔をしておる。何があったか聞かせてくれないか。エテラナで月の巫女に指名されました。月の巫女、そうだったか。過去を、時を思うお前の心が精霊を呼び覚まし、そして精霊はお前に次なる未来を託したわけだ。よかったな、モートレア。私もニキータも嬉しく思うぞ。ミルパ様。さあ、巫女がこんなところでグズグズしていてはいかん。時は決して立ち止まるものではない。新しい未来のためマナの木へ向かうがよい。コラやな。これはピックルという動物だ。ミルパ様が手なずけているから怖がることはない。ピックルを使えば大草原の移動も楽になる。みんなも乗ってくれ。よ持っていけ。そのベルを鳴らせばいつでもピックルを呼ぶことができる。巫女たちとその旅路に加護あれ。感謝します。ミルパ様、どうぞお元気で。はっ。うちらも行こか。
二人についていこう。出発。ひな、しっかり捕まって。うん。ピックルに乗り、バルと二人で大草原をかけた。マナの木への旅がこんなに楽しいなんて想像もしなかった。この時間がいつまでも続くといいのに。いつまでも、いつまでも、いつまでも、いつまでも。すんごい。あの船に乗って海を渡り、水の都へ行くことになる。されましたか。鍵だよ。鍵がないのだ。ああ、貴様、この盗っ人め、さっきはわざとぶつかったのだな。え、盗っ人、うちが盗んだ鍵を出したまえ。うち取ってへん。今すぐ返すなら罪を軽くしてやろう。そやかる、取ってへんって言うてるやん。信じられへんねやったら勝手に騒いどき。まずいな、厄介な相手に捕まってしまったようだ。あの人のことを知ってるの？水の都エリスタニアの大臣プサルだ。野心家で王の地位を狙っているという噂もある。その気になれば盗っ人の罪を着せることなど奴にはたやすいことだ。大事になる前に助けてあげないと。ちょっと待って、カリナは人のものを盗んだりしない。なんだお前は、この娘とグルか。もう一度言う、カリナは盗みなんかしない。ではお前がわしの鍵を見つけ出してみせろ。鍵がない限りこの娘が鍵を盗んだということだ。その時はお前もグリとしてプリム号から海に落っことしてやろう。鍵を盗んだ罰として魚に食われるがいい。心配しなくていいよ、僕が鍵を見つける。アホちゃう、鍵なんて心当たりすらないのに。見つからへんかったらパルまで海に落とされる。いや、そんなことになる前に逃げ出せばいいだけやんな。お前はこっちだ、手癖の悪い田舎者め。せやから、うちは取ってへん。信じてよ。誰がお前のことなど信じるものか。僕たちが信じてる。うむ。それじゃあ探してくるよ。プサルって人の持ち物を探してます。鍵なんだけど何か知りませんか。鍵は知らんが、大臣の荷物の箱が手違いでうちに届けられてな。ひょっとしたらお探しのものかもしれんぞ。開けてみてもいいですか。かまわんかまわん。あった、これだ。このままただ返すんじゃつまらないな。
オーリン？久しぶりだね。いきさつは知ってる。鍵は俺が持ってくから、先に大臣のところへ行っててくれ。鍵は見つかったのかね。なあ、あんた背中になんかついてるよ。ああ、鍵がついてたのか。探してた鍵ってこれじゃないの？見つかってよかったな。なぜこんなところに。気づかなくてもしょうがないさ。いくら大臣様でも背中に目はないもんな。結局鍵はあのおっさんが持ったあったん？そいつは違うぜお嬢ちゃん。バルが見つけ出してくれたんだ。俺がそれを借りてお仕置きしてやったのさ。これに懲りて妙な言いがかりはつけなくなるだろうよ。よかったねカリナ、これで気持ちよく出航できそうだ。船に乗るの楽しみにしていたもんね。プサルも同じ船というのは残念だが。みんな鍵見つけてくれてありがとう。ん？ありがとうって言うてん。ていうかお人よしもええとこや。あんな面倒なことようやる気になったな。お人よしだからじゃないよ。大切な仲間を助けるのは当たり前のことさ。それに魂の守り人として巫女を守るのが僕の役目だ。カリナとみんなのことはこれからも僕が守ってみせる。おーなんなんよ、ちょっとは文句言ってもらった方が収まりいいわ。さてそろそろ船が出る時間だ。お前たちも乗るんだろ。行こうぜ。オーリン、さっきはびっくりしたよ。大臣相手に度胸があるな。面白かったろ。それにまた会えるなんて思ってもみなかった。あの時は急にいなくなっちゃったからさ。悪い悪い、巫女の旅路を邪魔したくなくてな。新しい仲間もやっぱり巫女なのか。うん、そうだよ。カリナは風の巫女で、モートレアはなんと月の巫女なんだ。へえ、月の巫女はエテラナが滅んだからもう選ばれないと思ったのに、そんなことはないんだな。巫女といえばさ、ずっと昔巫女が魂を捧げない時代があったらしいぜ。え、それ本当の話？私も初めて聞いた。結構本を読んできた方なんだけどな。ひなちゃんが読んだ本には書かれてないかもな。なんたってずっとずっと大昔、うわ、聖剣が英雄に託された時代の話らしいから。聖剣？あのおとぎ話に出てくる？ああ、女神から託された偉大な代物。そいつがおとぎ話になるくらい昔の話さ。そんな大昔では巫女との旅はなかったんだね。想像もつかないや。魂の守り人巫女、今の世界では当たり前のように存在している役割だけど、どうしてこういうもんができたんだと思う？そんなこと考えたこともなかった。水の精霊たちがざわめいとる。え？精霊が？
ヒナ、大丈夫か？揺れが怖いなら。ある、私見たの。海に何かいた。波もざわめき立ってきたぞ。しまうぞ。そんなことさせない。みんなで撃退しよう。触手を何とかしないと。エナジーボール、エナジーボール、いける。エナジーボール、なんか本番って感じだね。エナわあ、大陸が見えてきた。港も見えてきた。よう、お二人さん、さっきの戦いっぷりすごかったぜ。前にも言った通り、バルは村で一番の剣の腕なんです。ああ、この目でしっかり確かめられた。しかもあいつを石ころに変えちまうなんてすげえな。生まれつきある力なんだ。でもいつも石になるわけじゃないよ。自分でも詳しくは分からなくて。私も本でいろいろ調べてみたりはしたんだけど。無理に分かろうとしなくてもいいんじゃねえの。不思議なことなんてこの世にはいくらでもあるさ。さあ、いよいよマーナドール大陸が見えてきたぞ。ヒナ、これからの旅でさっきみたいな化け物が出ても絶対に守ってみせるからね。分かってるよ。だってバルは魂の森人だもん。それだけじゃないんだけどさ。今までの巫女たちもマナの木へ向かい魂を捧げた。私たちも同じように未来へつないでいくの。うん、僕がしっかりとヒナをマナの木へ送り届けるよ。トリニア大陸で選ばれた火、風、月の巫女はタルオン海峡を渡り
水の都エリスタニアへ向かう。都でエリスタニアの王様から洗礼を受け、マナの木までの旅の安全を祈る。それが巫女の習わし。エリスタニアには私たち以外の巫女もやってくる。新しい出会いが素敵なものになりますように。ただ土の村はもうなくて、土の巫女には会うことができない。土の巫女なき世界はこの先どうなるんだろう。不安もあるけど、初めての景色や人との巡り合い、たくさんの期待が今胸の中にあふれている。聖剣伝説5ビジョンズオブマナ。